ただいまより第40回長野県男子ボディビル女子フィジーク選手権大会第22回ボディビル記念選手権大会を開始します。よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。40回記念になりました。この大会がですね、やっとコロナに関係なくできるということが非常に嬉しく思います。そして40回を重ねるということは、今日は皆さんで盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上で終わります。ありがとうございました。先生、我々選手一同は日頃のトレーニングと食事管理の成果を十分に発揮し、最高のパフォーマンスになることをここに誓います。またお客様にお願いです。選手たちは減量末期のためフラフラですので、大きな声援をよろしくお願いします。令和5年7月23日代表加藤原田。はい、よろしくお願いします。大きな拍手でこれから大会が始まります。続きまして、児玉健太郎審査員 JBB 2級であります。春日千春さんですね。すいません、春日千春さんでした。すいません、できました。続きまして、田中幸雄審査員 JBBF 3級であります。続きまして、桜井富士子審査員 JBBF 3級審査員であります。続きまして、飯島康俊審査員 JBBF 3級。続きまして、西村康幸審査員 JBBF 3級審査員であります。以上の7人で今回の大会をジャッジします。
表彰状、ビキニフィットネス163センチ超級優勝、坂本成美殿。あなたは第6回長野県ビキニフィットネス選手権大会において当初の成績を抑えられました。ご心配を表彰します。小池財団法人、日本ボディビキニフィットネス連盟会長、よろしくお願いします。ありがとうございます。表彰状、聞いちゃったね。以下、同文でございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。大きな拍手で皆さん。令和5年7月13日、公益記者団法人日本ボディビルフィットネス連盟会長、大徳、おめでとうございます。